はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今日はね、オリコンリースコンテストの結果発表をしたいと思います。まずはね、皆さんが作った作品とそれに対するね、僕のちょっとね、好評を、取ったんで、そこをご覧ください。どうぞ。はい、トップバッターがリリアラさんの作品です。こちらね、フォルムとてもよくできてますね。このね、サンゴミズキとドラゴンヤナギとコウテンクワっていうね、ちょっと3種類の枝物をこうミックスさせることで、とてもね、難しいこの構成になってるんです、今回このね、リースは。ただ、これここまで綺麗にね、まとめ上げてるのは大したもんだと思います。なかなか良い作品に仕上がってますね。素敵です。はい、続きましてこちら、小泉さんの作品です。こちらは一番アウトラインにコウテンクワを持ってきました。そして、コウテンクワをこう溜めるときにね、少しこうカクカクというような感じに、コウテンクワって丸くはならないんですよね。カクカクっていう感じになっていくんですけれども、まあ、そのカクカクをうまく利用してアウトラインで、ちょっと強めのね、フォルムのあるリースに仕上げてます。これでね、もう少し中の部分の緻密さが出てたら、さらにね、良い作品に仕上がったと思います。ちょっと惜しい部分がありましたね。はい、続きましてこちら、ミーシャケイトさん、佐藤道夫さんの作品ですね。こちらの作品はですね、コウテンクワとサンゴミズキとドラゴンヤナギの、こう、強い部分をね、それぞれ作っていって、それを組み合わせて、リースにしてあります。これね、絶妙なバランスで、ほんとこう、うまくできてます。これはね、ちょっとパッと見たときにね、すごいね、こう、テクニックを感じる、素晴らしいリースでしたね。なかなかね、こういうバランス感覚って、ビシッと仕上げることが難しいんですけれども、これは完璧にね、仕上がってる作品だと思います。はい、続きましてこちら、高橋照美講師の作品ですね。こちらもね、このフォルムの作り方とかですね、あとはこのグリーンのね、持ってき方、そして、松ぼっくりとかね、そういう見物の付け方、それでもちろんこの枝物3種類の構成の割合、本当どれを取ってもね、ものすごくこうビシッと決まった、素晴らしい作品に仕上がってます。なかなかね、難しい画材なんですけれども、さすがにうまくまとめ上げてます。はい、続きまして平岩忍さんの作品です。これはですね、ドラゴンヤナギとサンゴミズキでこう丸いリースを作って、コウテンクワはね、完全にそれを立てるための道具の枝として使ってます。置き型のね、リースですね、立たせる置き型のリースで、制作してあります。これね、なかなかこのドラゴンヤナギとサンゴミズキでこんなに綺麗なリースを、綺麗な円のリースをね、作るのって難しいんですけれども、これはしっかりと綺麗にできてますよね。そしてね、このね、土台の下の部分にこうちょっとね、画材をあしらうことによって、すごいね、その部分の可愛らしさも出ています。とてもね、置き型の素敵なリースだと思います。はい、続きまして斉藤さんの作品ですね。これはね、サンゴミズキでリングを作って、でドラゴンヤナギでこう外側にね、少しこうアウトラインで遊ばせる部分を作り、その中にコウテンクワの強い部分も作ってね、でグリーンを下の部分にこうまとめてるというね、なかなかね、こうユニークで素敵なリースです。近くで見るとね、ちょっとこう可愛らしさを表現している部分もあり、なかなかね、こううまくね、まとめ上げてると思います。はい、続きまして、みなこりさん、藤田みなこ講師の作品です。こちらはですね、アウトラインのフォルムがとってもうまいですね。そしてサンゴミズキの赤いラインを綺麗にこうあしらって、でそれをね、見せ場にしていますね。グリーンの使い方もね、こう上下にこう持ってきて、なかなかね、こう素敵な構成に仕上がってると思います。こういうね、線の作品ってまとめ上げるのがとても難しいんですけれども、とってもね、うまくまとめ上げてますね。さすがです。はい、続きましてリプロさん、久保田玲子さんの作品です。これね、アウトラインのフォルムが面白いですよね。まさに、ね、独創的なリースって感じがします。上はね、こうサンゴミズキでカクカクっとした三角形の部分を作って、下にはね、こうドラゴンヤナギのところに
松ぼっくりをね、あしらうことによって、まあその、なんだろうな、その松ぼっくりなんかの主張も強くなってますよね。だからこの上下の主張が強くなって、真ん中にこうリースがあるっていうね、ちょっと特殊なスタイルでまとめ上げています。はい、続きまして、秋山さんの作品ですね。こちらはですね、このサンゴミズキで中に星が作ったのわかりますか？だからね、こういうちょっとした可愛らしさってリースって聞くじゃないですか。これなかなかね、僕ね、うまくできてると思います。この花材でね、こう可愛く仕上げるのって難しいんですけれども、これ一番なんか可愛く仕上がってんじゃないのかなと思って、とっても監視して見てみました。松ぼっくりの使い方も、硫化デンドロのね、フルモーサスの使い方も、グルーピングしてうまく使ってあります。とてもうまいですね。はい、続きましてこちら山崎由美子氏の作品です。このリースね、すごいんですよ。今ね、こう見てると、まあ、普通にこうね、綺麗にできたリースじゃないですか。でね、これ正面から見ると、まあこんな感じなんですね。こんな感じで。これも、まあちょっとね、こう、オーナメントっぽくね、いろんな部分を見てください。使ってあるんですよ。サンゴ水着とかもね。それが、ちょっとね、これにプラスされるものが出てきて、ほら、こういうものがプラスされた時に、ドンとこうね、一気にこの表現方法がもう倍化していくのわかりますか？まさにね、こういう部分に飾ろうと思って作ったリースなんですよね。まあ、このね、まあ、シチュエーションに合わせてね、作っていくっていう部分も、こういうものって大事なんですけれども、まさにドンピシャでね、作ったすごい作品だなと思いました。はい、続きまして、こちら、タムギさんの作品ですね。まさに星を作ってきました。このようにね、フォルムで何かの形を作ってしまうというのは、デザインとしてはありだと思います。ただね、もう少しね、こう星をビシッと星型にしてしまった方が、かっこよく仕上がったんじゃないかなと思ってます。何かをね、形取るときは、もうなんかね、とことんね、ビシッとその形を作り上げてしまうと、成功します。はい。はい、続きまして、池田陽子さんの作品ですね。これもね、フォルムなかなか素敵に出来上がってますよね。で、サンゴミズキの部分とドラゴンヤナギの部分をちょっとグルーピングすることによって、それぞれのね、表現も、こう、ちょっとこう、印象ついてますし、松ぼっくりとかのね、付け方も、割とこう、グルーピングでうまくね、付けられてます。なかなかね、いいんではないかなと思って見ていました。飾ってあるね、この姿っていうか、それもいいですよね。はい、続きまして、西野さんの作品ですね。これもね、サンゴミズキの赤い部分、それからコウテイクワの部分、そしてドラゴンヤナギの部分、そしてグリーンの部分ね。それぞれのこう、やっぱり主張をね、ちょっとずつこう強くしていって、それぞれがこう組み合わさっていくっていうね、なかなかこううまい構成で作られてると思います。ただ、まあ、コウテイクワはね、ちょっとこう上下にこう、への字みたいに下がってるじゃないですか。これね、もう少しこう、工夫して、このラインをね、つけてあげたらもっと良くなったなと思って見てみました。はい、続きましてこちら、加藤麻美講師の作品です。これはね、なかなかうまく出来上がってますね。やはり、サンゴミズキとドラゴンヤナギでこうリングを作り、ですね、高天下はね、アウトライン構成の部分に持っていってますね。はい。で、まあ、小さいリングをね、ドラゴンヤナギで作って、まあ、そういう部分を見せ場にしたり、あと、マスボックリをね、こういった感じにして、こう密集させてますよね。で、ちょっとまあね、これはグルーピングをしてね、それぞれの素材を見せていこうというね、手法が、ちょっとハマった感じにはなってますね。はい。とてもね、うまく構成されてると思います。はい、続きまして、ミーミーさん、石川美恵子さんの作品ですね。これね、一点からね、すべてこう、ぶら下げるような感じでリースに作ったのわかりますか？で、松ぼっくりも、それから、プルモーサスも、プルアイスもね、このように、ぶら下げるような形になって、なかなかね、面白い構成なんですよ。他にね、こういう構成で作ってる人がいなくて、
なんて言ったらいいのかな、1点からね、すべてがこう出ていくんですよね。出ていってすぐはリースになってるんですね。これね、なかなか考えられてるなと思って見てました。サンゴミズキとね、ドラゴン柳とコウテンクは、それぞれの素材のね、みんなほら、こうミックスにすることによって、ちょっとアンバランスになっちゃってる部分だったじゃないですか。それをね、こう一個一個のリングにすることによって、これね、うまくね、こうそこを回避してるんですよ。なかなかね、考えられた作品だなと思ってます。はい、続きまして、こちら、マリーさん、斉田優子さんの作品です。これはね、まさにこう、それぞれの素材のミルフィーユですよね。こういう風にね、することによって、やっぱりこう、一つ一つのね、素材の、こう、なんだろうな、良さを、それぞれがこう、表現していくみたいなことができるんだと思います。僕もね、日本作品作った時にミルフィーユにしたんですけど、やはりね、こう、ミルフィーユが一番作りやすいんじゃないかな、と僕も思いました。はい、続きまして、こちら、池田陽子さんの作品です。これね、ダブルの、こう、リングを作ってね、それをコウテンクワで繋げてます。でね、リングがこう、2個繋がったところからグリーンがね、こう、派生していって、なかなかね、こう、表現方法として面白く、素敵に、ね、出来上がってるんじゃないかなと思います。ね、こう、ダブルにすることによって、なんだろうな、広がりが出ますよね。とてもね、素敵に出来上がった作品の一つだと思います。はい、はい、続きましてこちら、秋葉さんの作品です。これは、やはりサンゴミズキとドラゴン柳を一つのリングにして、で、コウテンクワで、こう、変化をね、つけてますね。まあ、グリーンの使い方が、こう、なんだろうな、ちょっと、その、ドラゴン柳とサンゴミズキが合わさったところを、こう、中和させるような感じで入ってきていて、なんかね、こう、リンクがね、丸くきちんとできてるからか、すごくね、こう、可愛らしく見えますよね。松ぼっくりの付け方とか、ブルモサズの付け方なんかも、まさにね、その可愛さを増長させている作品だなと思って見てました。なかなかね、こう、パッと見た時にやっぱりリングがね、丸がしっかりできてると、こう、リースってね、ああ、可愛いなとか、ああ、素敵だなっていう表現方法にはなっていくので、そういう風にね、フォルムをきちんと作っていくということはね、リースをそういう風に可愛くとかね、素敵に見せるためには、とてもね、重要なことなんじゃないかなと思います。はい、続きまして、高島千恵美さんの作品です。これはね、やはり、ドラゴン柳とサンゴミズキで、リースを作り、そして、コウテンクワのラインをね、この上部に入れています。これね、リースの部分が、やっぱりちょっとね、サンゴミズキとドラゴン柳の、こう、入り方っていうかね、組み合わせ方というか、組み合い方というか、そういう部分が、もうちょっと明確に分けてしまうとか、なんか巻き込んでしまうとか、もっと巻き込んでしまうとか、した方が良かったかなと思うんですけれども、ちょうどね、今、半々ぐらいの感じになってしまってるので、印象がね、少しこう、やっぱりドラゴンとサンゴの相性ってあんまり良くないんでね、そこの部分の、相性の悪さがね、ちょっと出ちゃってるかなって気がしますね。その部分ね、しっかり巻き込んでいくと、このフォルムでもね、結構素敵なリースになると思いますので、そこをね、もうちょっとこう、工夫すると良かったかなと思いました。はい。はい、続きまして、野呂田さんの作品です。これはね、サンゴミズキのリングと、ドラゴン柳のリングを明確に2つ分けて、その外側にコウテンクワのラインをつけてきました。そしてね、グリーンでね、こう、そこの、ジョイント部分からグリーンでこう、グリーンの部分をこう出してきてるんですけど、これね、ちょっとこのグリーンの部分が多かったかなって感じがするのと、あとこのコウテンクワが上下に出てるじゃないですか。これね、上に出てる棒の方、右側に出てる棒の方、あ、根元の方ね、根元の方を、もうちょっとこう短くカットしちゃった方が、バランスが良かったんじゃないかなと思って、見てました。なんかもう少しね、何かで拡張させるともっと良くなると思うんですけれども、ちょっ
とね弱い感じがまだしちゃってるんですよね。だから何なんだろうな、もう少しこう高天桑で例えばバキバキっとしたラインをアウトに入れていくとか、あとはねグルーピングした見物がねドカンと一箇所についてるとか、なんかそんなインパクトがあったら一気にこのね雰囲気が向上していくんじゃないかなと思いました。はい、続きまして寺島舞子さんの作品ですね。こちらねなかなかうまい構成がされています。高展開とかもね長く使うんではなくてこう短くカットして太い部分をね的確に有効的に使っていくみたいなね、そういうね構成の仕方になってます。だからねリースなんかすごい力強いねリースがガツガツっとしてね出来上がってますよね。まあ、こういうね作り方もとてもうまいなと思って見てました。マスオックリとかフルモッサスのね使い方なんかもうまくねこうバランスを崩しながら作ってます。左右非対称にねなりながら左右対称に見せるっていうねちょっと日本独自のねこうバランスの取り方を取った、リースで、なかなか素敵に仕上がってました。はい、このように素敵な作品がたくさん揃いました。ではね、これから結果発表、神セブンを発表したいと思います。まあね、順位はね、特にこう、ついてないので、これから挙げる作品7つがですね、今回のコレコンの優秀作品となります。では、早速いってみます。はい、まずはですね、こちら。ミーシャケイトさん、佐藤道夫さんの作品です。これはですね本当に素晴らしかった。ドラゴン柳、高天桑、サンゴミツキ、この3つのねこの素材の良さをですねうまくこう表現するためにこう分割してね表現してるんですけれども、なんですかねこう軽やかにねすごくこう軽やかにできてましたよね。素材で軽やかさを作るのは本当に至難の技だったと思います。とてもねよくできてました。素晴らしい作品です。おめでとうございます。はい、続きましてこちら高橋照美講師の作品です。これもですねフォルムがとってもいいですよね。やっぱりねこうリースこのアウトラインのねフォルムがいかにこうかっこよくはまってるかっていうところがやっぱりね見栄えにはまってきますよね。そしてね今度その厚みですね、リースの厚みなんかこの重ね方とかね厚みとかもそこに関係してくるんですけれども、そのあたりがねやっぱり絶妙にできた作品でした。とてもね素敵な作品です。おめでとうございます。はい、続きましてみなこりさん、藤田みなこ講師の作品です。こちらはですねやはりこうサンゴミズキの赤いラインですね、これを的確にうまく使いこなしてました。やっぱりみながねこう巻き込んでしまってる人が多かったんですけれども、それをねうまくこうラインでね使ってみなこりさんのね、とてもこうなんでしょうねうまさを表現してましたね。はい、とてもね良い作品に仕上がってました。おめでとうございます。はい、続きまして山崎由美講師の作品です。こちらはですねもう本当にこうシチュエーションにねはめたすごい作品でしたね。なんだろうな、まあ、最初パッと見た時ももちろんうまかったんですけれども、そこからねこのシチュエーションにガッとはまった時のこのなんだろうなインパクトの凄さとこのうまさがですねこう一気にこうブワーッとこう湧き上がってきて、ああもう今回の優秀作品だなっていうふうに思いました。とってもねやっぱりこうリースってその飾る場所を想定してね作っていくこともねやっぱ大事だと思います。そこはねとてもうまくはまった作品です。はい、おめでとうございます。はい、続きまして加藤麻美講師の作品です。今回ねこう置き型のと、掛け型両方ともね見せてくれましたけれども、両方ともねとても素敵にできてました。
なんだろうな、ナチュラル感とやっぱりこの遊びがこう心も少しね入って、あとねグルーピングですね、グルーピングがうまくなんだろうナチュラルに入ってきましたね。あのとってもね、あの見ていて素敵なディースでした。とてもうまくできたと思います。おめでとうございます。はい、続きまして寺島舞子さんの作品です。こちらですね、こう枝物をね短く切っていくことによってこう力強さをねこう表現していましたね。あの作り方なかなかうまいなと思いました。みんなやっぱりこう溜めることとかねそういうことを考えてばっかりいましたけれども、バツバツっと切ったね中の表こう構成でねあの力強さをねうまく表現してましたね。まあ見物のね付け方とかはねもうちょっとうまく入ってるとさらに上位に入ったと思うんですけれども、それでもねやっぱりこう枝物の構成だけで一気にこう入賞まで上がってきました。寺島さんおめでとうございます。はい、そして最後に秋山さんのリースです。こうねこうサンゴ水木で星作ったじゃないですか。もうまさにねこうサンゴをオーナメントにしてしまった。要は一緒に巻いてみんな失敗してるんです。でそこでねサンゴをオーナメントに使ってしまった。ここのうまさと、あとそのねオーナメントの星の可愛さ、このあたりがね絶妙にハマりましたね。とっても良い作品でした。とっても可愛くて良い作品でした。はい、これで、今回の神セブンの発表を終了したいと思います。入賞された7人の方、とってもね本当に素晴らしい作品でした。おめでとうございます。またね今回入賞逃した方も本当紙一重の方がねたくさん多かったので、次のコレコンも頑張って入賞を目指してください。ではね今日はこちらでコレコンの発表を終わりにしたいと思います。今日はね皆さんクリスマスですね、良いクリスマスをお過ごしください。ではメリークリスマス、ありがとうございました。